今回は「普通がいい」という病自分を取り戻す重工を紹介します頭と心のバランスを取り戻すヒント満載私たちはあまりにも「からしなくてはいけない」という言葉に縛られていないだろうか常識と思っていた言葉の手垢を落とし 自分らしく生きるための重工ここ数年で読んだ本の中では一番おすすめしたい領書でしたこのような領書が多くの日本人に読まれることを切望しますこれだけの内容をこの価格とこの薄さで実現したのは素晴らしいです物事はいつもシンプルに説明できるということを体現している読み進めていくうちにきっとこの人は 自分の幸せを一番に考えるいい意味も悪い意味もありません自然なことです諸外国での生活を体験されたのだろうなと思いましたがやはりそうでした本書にある頭と心が一致していない日本人は多いです自分に厳しく他人にも厳しい日本人的考え方は自分を不幸にするだけでなく 他人までも不幸にすする、るなんとかバーストする前にこのような両所に出会い気がついてほしいです。以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。